片岡和佐は日本のタレント、モデル。名古屋のアイドルユニット、デラの元メンバーである。岐阜県出身。名古屋美少女ファクトリー所属。2012年、名古屋のアイドルユニット、デラの公開オーディションに参加。ファン投票により同ユニットの1期生としてデビュー。2012年と2013年の鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、 ドッグフィッシュオーテック鈴鹿のレースクイーンを務めた。2015年、当時スイートサレンダーのメンバーだった、南あずさと共に、スーパー GT、アドボン WTCC ギャルを務める。以後2016年と2017年のスーパー GT でもアドボンギャルとして、スポット参加している。2015年の日本レースクイーン大賞では、 新人グランプリのファイナリスト10名に入ったが受賞はならなかった。2016年12月から7人組ガールズユニットガールズホライズンにも参加していたが2017年10月1日をもって卒業。2017年11月7日自身のツイッターでデラを同年12月29日付で卒業することを発表。同年12月29日名古屋。 ダイヤモンドホールで行われたデラサーティーンスライブデラグレイシーズを最後にデラオスだった。ABC 本当にありがとうございました。片岡和佐公式ブログサイバレージェント2017年8月11日閲覧。AB 元気もりもりピぴょんすぐるなり。片岡和佐公式ブログサイバレージェント2017年8月11日閲覧。 AB2012 鈴鹿八対片岡和紗。最強 RQ 図鑑。キューブロ。レースクイーン情報ポータルサイト。2017年8月11日閲覧。AB2013 鈴鹿八対片岡和紗。最強 RQ 図鑑。キューブロ。レースクイーン情報ポータルサイト。2017年8月11日閲覧。WTCC アドボンギャル。 南市オフィシャルブログ、サイバレージェント、2017年8月11日、閲覧。ベラ・カタオカ・カズサ、日本レースクイーン対象新人賞ファイナル進出。名古屋美少女ファクトリー、2018年1月8日閲覧。カタオカ・カズサ、ガールズ・ホライズンさんの勤務メンバーとして加入することになりました。ツイッター、2017年8月11日閲覧。 卒業公演新メンバーをお披露目 P。ガールズホライズン公式ブログ。LINE ブログ。2017年11月18日。閲覧。片岡和紗。ご報告。私。片岡和紗は12月29日のライブが、最後のデラとしての活動となります。ツイッター。2017年11月18日閲覧。デラサーティーンスライブ。デラグレイシーズ。 名古屋美少女ファクトリー。2018年1月8日閲覧。レオナビ収録 &110 番の日。片岡和紗公式ブログ、サイバレージェント。2017年8月11日、閲覧。ジャンプ。片岡和紗公式ブログ、サイバレージェント。2017年8月11日、閲覧。カラテ、ガルホラ、片岡コグマ。 空手トップレベルの速さとキレに、感動した。放置新聞。http w w w h o c o j p s p o r t s e t ラ、e t r a 2 0 1 6 1 2 0 8 a t 1 t 5 1 9 4 html2017 年8月11日。閲覧。千ンイルチュッカラウンド1ラウンド2。デラカタオカカズサオフィシャルブログ。 サイバレージェント2017年8月11日、閲覧。イングス・スーパー・クイーン。片岡和ズ公式ブログ、サイバレージェント2017年8月11日、閲覧。サキドルエース・トーナメント R に、デラ・片岡和ズ早見やさえから YouTube。ありがとうございます。